STMMK2 さんこんばんは、マカロンさんこんばんは、石田さんこんばんは、721さんこんばんは、一緒に入ってきてくださったあと2人お名前出なかった、ごめんなさい。 T リップさんこんばんは、ピンクハンダリエさんこんばんは、田中洋さんこんばんは、トムトムさんいつもありがとうございます、コップコプタンさんこんばんは、道西野さんこんばんは、メリアムリマさんこんばんは、ヒラさんこんばんは、あ、ヒラさんや、大丈夫ですか、心配してるよヒロさん、職場大丈夫、それが心配なのヒロさんの、ヒロちひめさんこんばんは、けいこさんこんばんは、さやかさんこんばんは、わかめぐさんこんばんは、ピンクハンダリエさんいつもありがとうございます、ピータローさんこんばんは、はあ、シャオジシャオディアオさんこんばんは、タカス114さんこんばんは、コパンパンさんはじめましてこんばんは、コメントしてくださってありがとうございます、お気軽に何でもおっしゃってくださいね、村上明美さんこんばんは、ハーミングルーベバードさんこんばんは、大丈夫、はあ、よかった、ちょっと心配なんですよヒロさん、大丈夫かなって思ってたの、春中でさんこんばんは、 PZUD38 さんこんばんは、ハロー、 MII8264 さんこんばんは、リュウさん毎度お疲れ様、ルルステラさんこんばんは、エミコさんこんばんは、黒文字さんだ、あ、来てくださってありがとうございます、アキさんこんばんは、いつもありがとうございます、ちょっとアキさんどうよ、芋や金次郎、ルルさんこんばんは、コメントありがとうございます、黒文字さんこんばんは、ありがとうございます、昨日はありがとうございました、ルルさん今まさに作ってます、おーおーすごい、 PZUD38 さんマスク素敵ですって言ってくれてありがとうございます、マトちゃんさんこんばんは、あーバタフライさんこんばんは、来てくださった黒文字さん、素敵なレシピありがとうございます、とんでもないです、シェア ありがとうございます、たくさんストーリー上げてくださって、ね、拡散してくださってご協力ありがとうございます、ふふふふのふふ、ディガールルさんこんばんは、みんな今日はいかがお過ごしですか、コパンパンさんマスクが気になってフォローさせていただきました、うーありがとうございます、ファミーナさん、ゆりこさんこんばんは、金次郎やばい、ミシンのともに、アキさんも秋金次郎になったか、秋次郎だな、秋金次郎だな、ティガルルさんこんばんは、ダイヤデイラオーティットさんこんばんは、ハロー、トムトム地道にマスク作ってます、すごい、バタフライさんこんばんは、今日は型紙コピーしてきました、おーありがとうございます、まゆみみさんこんばんは、ね、皆さんこんばんは、私ね、頭が爆発してるよ、これ見て、どうしたの、なんか火事にでもあったのかな、これ見て、ほら、なんかすごくない、あー、なんかわからん頭になっとる、なぬぬさんこんばんは、ロウェルさんこんばんは、あゆみさん、あーややさんこんばんは、こちらこそヌンヌさん、いつもありがとうございます。バタフライさん、福井の方だったんですね。私もです。ああ、そうなんですね。ちょっと待って、けいこさんが爆笑や。私の落ち武者じゃない、私の。ちょっと見て。なあ、何これ。これなんか、ほら。どうしたのこれ。なんか、何これ。なんか、巻き髪とは言えない、なんか、ただの。いいの、いいの。この髪の毛ちょっとこうなってるとかああなってるとかね、いつものことだから誰も気にしてないよ、ふふふ、コパンパン可愛いですよって言ってくれた、うーふふふふ、ここのシミ気になるのがシミね、シミ消えたい、さやかさん今日は職場で手作りマスクしてる子いました、でもポケットなしのやつでしたよ、
恵子さんが、だって折れてるやんって言われた。ほんとそれな。杉本さん、こんばんは。ERMMSTZ さん、こんばんは。N0Z0M1 さん、こんばんは。ERMMSZ って、この人は何さんや？ちょっとごめん、写真撮るわって。なんかたくさん知らない人が今日はたくさん来てくださって嬉しいですよ。日本人なんかどうかもわからんから写真撮るよって言うてるよ。これセット、これセット、はいはい。キーユさん、こんばんは。ティガールさん、ショートも似合いそう。ショートね、人生でね、2、3回あるかな。あるけど、なんか気がついたらいつものこのね、垂れ流しの貞子ですわ。ややさん、ふわはね先生から知ってから今日は型紙ダウンロードさせていただきました。ありがとうございます。そう、バタフラさん、そのボリューム感素敵ですね。そう、これで私、福井をアピールしますわ。福井の人はねって、これでね、街歩けますよ、みたいな。怖いもんないですよ、みたいな。ああ、由美子さん、久しぶりや。こんばんは。元気ですか、娘さんも。由美子さん。由美子さん。由美子。ビース子さんと。由美子金次郎の由美子さんと。こんばんは。由美子、由美子が並ぶっていう。EM タック71さん、こんばんは。N0Z。0M1U1 目1、こんばんは。呼び捨てだ、ごめんなさい。さん、こんばんは。 コメントありがとうございます。けいこさんに「よっこらセット」ってまた言われた。ようこさん、ぷい、大巻さん、こんばんは。さやかさんも笑っとるわ。コピンギャンさん、こんばんは。よかった、ゆびこさん元気やった。 NZN0Z0M1 歳、私も不安な先生のところからやってきました。さあな、月さん、こんばんは。EM タック71歳、2歳から5歳の85のマスクには、なんだろう。直美さん、続き書いてくださいね。若めぐさん、はじめましてです。昨日、ふわはねさんのライブを見て、型紙をプリントして書いてきました。ありがとうございます。サイズをどうしようか悩んでます。大人用作るのかな、子供や作るのかな。何でも質問してくださいね。恵子さん、いいな、私も恵子金次郎になりたい。恵子さん、私ね、恵子さんに歯欠けてもいいよって言ったけどね、金次郎食べてないのに歯が欠けたの。って、私、ベルト金次郎にこっそりなろうかと思って、アキさんがさ、金次郎買いましたって写真まで見せてくれたから、ちょっと私、やばい、もう無理だと思って、閉じろと思ったらね、歯が欠けたの。こんな時に。だからね、歯医者さん行くのちょっと怖いなと思って、ビビってね、金次郎食べられないんだよ。コロナのせいで歯が欠けた。コロナ目。くそ。っていう。けいこさん食べなよ。一緒に歯かけまくろうぜ。何もして、金次郎食べずに歯かけるんやったら、金次郎食べて歯かけたいよ。何の話？ちょっと、たむたむさん、今日は孫の入学式でした。フェルトさんのマスクをしていきまして、うわー、ありがとうございます。たむたむさん、入学式あったんだ。ルー5293、はじめまして。 こんばんは、フェルトです。こんなですよ。あき さん、けいこさん、若干歯をやられてます。わかるわ、あきさん、時間の問題やで。 マスクゴムは何センチにすればいいですか？すいません。あ、いいですよ。マスクゴムはね、例えばさ、お孫さんにっていうふうに決めて。お孫さんだと2歳から5歳の方ってね、私もこれね、迷うんですよね。私もそうなんですが、120枚ぐらい昨日子供用仕上げましたよ。だけどね、一律22センチで作ってあります、マスクゴムっていうのは、ね、お子さんね、やっぱりね、月齢だけじゃなくて、顔の大きさがやっぱりいろいろなんですよ。で、鼻が低い子とか、大人に比べてね、鼻が低い子とか、マスクが下がりやすい、耳の位置が高い子、低い子、奥にある子、手前にある子、なんか、そういうのも含めてね、
あのね、一概に何センチって一番言いにくいのは子供かなと思うんですね。だから私は逆に22センチでカットしておいて、そしたらね、ちょっと長いの、ちょっとだけ長いだけど、それを22センチでカットして作ってしまって、で後でお子様に合わせて調節してあげてくださいって私はお伝えしようと思ってますよ。この長さでいいだろうっていうのは逆にね、子供は難しい。ここを痛がって嫌がる子も いるし、ね、そしたらちょっと緩めてあげたいとか、お鼻が低い子はね、基本下がりやすいですわ。これうちの次男が結構鼻ぺちゃんなので、なんか縄跳び飛んでたら下がってくるよとか言って、そうなんやと思った感じ。そう、そういう子はね、どうしてもね、マスクもなるべくフィット感と思ってデザインしてありますが、どうしても下がるのは下がる。だからね、私のおすすめはこれね、全国花ぺちゃ同盟から、ね、絶賛いただいたこちらのマスクバンド、これでね、こうしっかり引っ張るの、花ぺちゃの子で下がる子は。ここでこれをマスクバンドを使ってしっかり引っ張るね、これで。そうすると下がりにくくなったり、微調節が簡単、耳が痛くないから、ぐっとつけても耳が痛がらないので、お子様にはおすすめです。似たような感じでマスクバンド、こういうの作って、これも真似していいので、私考えたけど、これをパチンってして、首の後ろとか、頭の後ろ結んだりとかして、そういうとこで、いいと思いますよ。実ガールさんこんばんは。たまたまさん、私も金次郎食べてないのに昨夜詰め物取れました。わかるそれ。ちょっと私やばいんやけど、今歯のね治療行くのが怖いんだよ。もうもともと怖いからいいんだけど、たまたまさんは金次郎食ってから歯の詰め物取れたらよかったよね。けいこさん、あんたも一緒にかけなって。ルーさん、マスクの作成してたんですか。マスクの作成、今日ですか。今日もマスク作ってましたよ。ゆきさん、ゆきスタッキーさんこんばんは。ゆみこさん、ゆみこ金次郎です、こんばんは。ふやはねさんの LINE 見ましたよ。フェルトも来てましたね。そう、ふわはねさんの可愛い感じでふわふわですね。そうなの、今日ゆみこさん、私その話しようと思ったんだよ。リュウさん、そんなに金次郎って美味しいの、食べないとあかんね。食べないとあかんよ。リュウさん、さっさとポチって。コパンパンさん、金次郎っていうのはね、そう、私がね、失敗でね、失敗じゃなくて、こう、動画を配信した時にね、ずっとボリボリ、なんか食っとる音がしとるよっていう、ご指摘がありまして、何食ってたんですかっていう話になったで、それね、徳島じゃないな、高知なのかな。芋屋金次郎っていう、ものすごくどえらい美味しい芋けんぴのお店があって、で芋けんぴね、そんなにもともと好きじゃないんですけど、私そう、でもそう、芋屋金次郎の芋けんぴは恐ろしく好き。でその芋屋金次郎のね、芋けんぴがね、でも美味しくてね、美味しくて止まらないの。もうこんぐらいのね、でっかいカンカン、 こんなカンカンに 750g って言ってもラーメン丼2杯ぐらいの、ただひたすら芋けんぴ、そんな食べれるのって、こんなに芋けんぴいっぱいいらないって思うんですけど、あっという間になくなりますよ。一缶2400円というちょっと高級お菓子なんですけど、私はね、これをね、2缶買って4800円送料無料ってやつをいつもやらかしてしまうんです。よかったらミシンとかマスク作りの合間にこうやって食べてもね、手がベタベタしないし粉が落ちない、ほら芋けんぴ。ね、ちょっと高級お菓子ですけど、ね、こんなしんどい時からうまいもん食ってな、ストレス解消したいぜと思われる方、よかったら芋屋金次郎を買って、皆さんもなんちゃら金次郎になりませんか。私はペルト金次郎って言われましたわ。っていう話をしたら、なんかこれをご覧になってくださってる方が、この金次郎が食べたいと思ってくださって、そうそう、皆さん金次郎になってくださっております。由美子金次郎もね、都市金次郎もいるしね、そうそうそうね、秋さんも金次郎になってもた、
ていう感じですよ。マダムさん、こんばんは。ティガールルさん、あのソース量すごいですね。すごいよ、本当。私は歯が欠けて、そのまま歯が抜けちゃいました。しかも上下1本ずつ。さやかさん、なんだ、まだ若いやろ。さやかさん、あんたはまだ若いぞ。どんな。125枚。すごすぎます、はるんさん。そう、芋けんぴだよ。みほこちばさん、こんばんは。みゆきおくわんべんさん、こんばんは。すんごいおいしいですよ。ルーさん、この間からマスク挑戦してますが、全然うまくできなくて諦めモード。あら、なんで？なんでや？どんな感じでうまくいかないですか？またよかったら聞かせてください。くにちゃんさん、こんばんは。ミュージックミュージックさん、こんばんは。コーポンパンさん、やはり芋けんぴかなと。ありがとうございます。やっぱ知ってるんだ。はぁ、龍一さん、全国花ペチャ同盟。そうそうそう。うちの次男、なかなかの花ペチャですよ。くにちゃんさん、こんにちは。コメントありがとうございます。ケイヤマタニさんも、こんばんは。TMTM コックさん、こんにちは。コメントありがとうございますね。シース14さんも、こんばんは。ET タックさん、わかりました。ありがとうございます。マスクバンド作ってみたいんですが、詳しく教えていただけませんか。ごめんなさいね、これね、私、すごい、すっごい雑な案内で申し訳ないんですが、ただね、こっちをね、こうやって、別にこのスプラスナップじゃなくてもいいと思います。こっちもこっちもね、このマスクの後ろでね、こう止めるだけのものなんですが、だってマスクとマスクのゴムをこう持っててられるような仕組みにしたらいいと思いますわ。で、この真ん中のゴムがね、ちょっとごめんなさいね、私ちょっとすごく特殊な素材にこだわってしまって、これブラジャーの肩紐のゴムなんですね。このブラジャーの肩紐のゴム、これがね、強さと伸び具合、あと一日中肌に触れていても肌に優しい、このね、ブラジャーの肩紐のゴムってね、ごめんなさい、この業界さんからも言われたんですが、ちょっと特殊な素材になるので、これを使ってくださいって言うとね、もうとんでもパンクですわ。なので、ここのゴムの部分だけ、なんか違うものを見ていただいて、なんか考えてください。もうすごい雑な案内で申し訳ないですけど、そう、私ももうね、あれもこれもがちょっと難しくて、ごめんなさいね。歌うたさん、こんばんは。マリエさん、こんばんは。ちょいとさん、こんばんは。ユミコさん、間違えた。LINE じゃなくてライブです。ふわはねさん、わかるよ。わかる。ライブ見たね。ルミさん、さやかさん、上下一本ずつはつらいです。マダムさん、ググって注文しました。マダム金次郎の誕生です。早く届けー。コーバンパンさん、食べながら配信するとはすごい。違うよ。食べながら配信ではないけど、動画をね、アップロードしたときにその動画になんか音が意外と入ってたっていう謎の、あ、EM タックさん、 YouTube に動画アップしていただけてありがたいな。そう、昨日途中ですよね、昨日の1回目の、1回、昨日3回ライブした1回目しか上がってないですよね。あと2回分かな、はあ、あげますね、ごめんなさいね。 A0428 さん、こんばんは。ユミコさん、マスク作り楽しくて気分が上々です。やった、実家に何枚か送ったらリクエストもらいました。ルンルン気分。看護師さんのめいっ子さんに、このマスク最高ってフェルトさんに感謝ですって言ってくれた。ユミコさん、ありがとうございます。マスク作ってくださってたよ、めっちゃ嬉しい。ユミコさん、いやー、ナミさん、こんばんは。さやかさん、あ、さやかさん、ギガ貧乏のさやかさんだよ。ギガ貧乏とか言ってもた。あ、そうそう。ツツベルさん、こんばんは。作成配信などはライブでしたりしますか。昨日3回やりましたよ、ルーさん。昨日3回やりました。今日、今、うん、消えたか。YouTube の方に、初心者向けの YouTube を見て、立体プリーツ、ヒラの3種類やってみましたが、うまくいきません。ルーさん、私も YouTube で制作の、動画を上げてるんですが、よかったらそちらを見ていただけないでしょうか。ゆっくり見てね、途中でちょっとずつ止めて進めながら見るとできるんじゃないかなと思いますよ。私の YouTube を見てできなかったんですけどっていう方、今までここ1ヶ月
一人もいらっしゃらないっていう謎のありがたやなんですが、皆さんどうですか？私 YouTube 見て皆さんがどんな感じだったんだろうと思って、一人もいらっしゃらないです。できなかった、できませんでしたわ。いないですよ。よかったら見てみてくださいね。あ、三河さんや先生、こんばんは。ああ、そうそうそう。さあ、やーさん、こんばんは。先生、やーっと布を裁断しました。だって、ああ、先生、すごいや。何柄や？柑橘系か、やっぱり。とか言って。リコフラワーさん、こんばんは。F マーチ24さん、こんばんは。アメリアさん、ありがとうございます。アリユーさん、こんばんは。まるしゅまるまるさん、こんばんは。手縫いで作りました。やった。明日仕事につけていきます。わー、ありがとうございます。ルーさん、昨日見たかった。ルーさん、その昨日の動画、ライブ動画、私の YouTube に上げてありますよ。ペルトで検索してください。ペルトチャンネルというチャンネルがございますので、そこに上げてますよ。ていねいな作り方もありますし、ライブ動画で一回作ってみたやつも両方ありますよ。よかったら、ご覧になっていただけませんか？そう、ぜひ、よかったら、マスクの作る方はライブでお見せしますっていう動画を上げてあります。それに、ソロじゃない、ライブ動画じゃない、ていねいな作り方、ほんと10分ぐらいの短い動画なんですが、それをね、ちょっとずつ止めながら段階ごとに見て作ると、私、ごめんなさい、何の自慢にもならないですけど、一人もいらっしゃらないですよ、できませんでしたっていう方が、すごく嬉しいことに。お願いします。さあやさん、たくさん作らせてもらいました。うわー、ありがとうございます。嬉しい。形が綺麗で感動です。上手に中にマスクを入れるコツはありますか？やっぱマスクがね、どうしても不織布だったりするので、このね、ガーゼとかの素材にね、引っかかると思うんですね。もうね、マスクの紐はね、紐は外してしまっていいと思いますよ。紐の外し方は、ね、マスクゴムはない方のためにこういうふうに切り取ることをおすすめしてるんですが、わかる？これね、わかる？ただね、これはね、マスクがプリーツになってるんです。こうね、わかる？ね、これ紙マスクってこうプリーツになってるでしょ、立体に。それを押さえるためにね、ここでこうなってるの。これが押さえミシンをしてるような状態だから、これをね、こう切ってしまうと、これがバラバラになります。ブワーって広がって、なので、このね、四角い状態をキープさせるためには、これをね、ここを切り落としてはいけませんよ。でも、紐がちょっと邪魔だと思うので、これをこういうふうに切って、これを取っておくのもありかと思いますよ。マスクゴムの代わりに、このゴムの素材は、すごく優秀です。ルースさん、ペルトは PELTO で探していただけますか？ルースさん、このチャンネルになりますよ。ペルトチャンネル、ハンドメイドペルトでもいいので、PELTO で探していただけますか？いいですか？そう。みちこさん、こんばんは。マダムさん、動画見て布裁断しました。いけるか？いけたかな？ミカリールルさん、こんばんは。みゆきさん、こんばんは。さやかさん、唯一気になるとすれば、歯と歯の間に食べ物が挟まりやすいってことかな。わかる。私もだよ。歯かけたらね、そこに物がすごく詰まるわ。いやだ、歯医者行きたい。シャイニングさん、こんばんは。ミカリルルさん、ありがとうございます。ひとみさん、こんばんは。ルーさん、ぜひぜひ拝見します。お願いします。のりっぷさん、こんばんは。ライブの時、手元カメラで見てたら、手を使う仕事なので手がめちゃ綺麗ですね。綺麗じゃないよ。もう、ちょっと待って、先生、柑橘系やった、やっぱりな。YouTube 見てみてください、コパンパンさん。ユミックさん、今日ママ友から作ったマスク、しとったら褒めてもらいました。やった、嬉しいね。ホーメイさん、こんばんは。マダムさん、明日中に初マスク完成します。よっしゃ、よかったらまた見せてください。 ラントスーバーさん、こんばんは。チャンなんちゃらさん、こんばんは。 AIRR さん、こんばんは。トシさん、こんばんは。
まつちゃん、こんばんは。あきさん、あ、ルーさん、ルーさん、めっちゃ器用だから絶対できますよ。あ、そうなん、器用なの？あ、そうなんや。じゃあ、あきさん、ルーさん、ちょっとわからんかったら教えてあげてください。お友達みたい。よかった。よし。まひさん、こんばんは。すごいね、なんか、こんばんはいっぱい言ってる気がする。私、こんばんは祭りで何時から始めたか覚えてないっていう。ここからちょっとこんばんはちょっと控えるね。答えさせてもらいます。昨日ね、私生まれて初めて人の、ふわはねさんのライブ配信にね、こんにちはって、お邪魔しましたよ。私、ライブ配信して1ヶ月ぐらいになりますが、お恥ずかしいことに、人様のライブにこんにちはする経験はあまりなくって、ふわはねさんがありがたいことにね、私みたいにね、このね、マスクをね、ライブで作ってみましょうっていうのをライブ配信をした、昨日夜してくださって、そう、それにね、私ね、お邪魔してきましたよ、こんにちはって。そしたらね、なんかすごいね、みんな上手にライブに見てくれてるんですね。私、初めてそのライブに飛び込んでみたもんだから、ライブ配信を見るっていうことに慣れてなさすぎて。なんか ライブに私行くとね、行ったらね、ふわはねさん、すごいね、すぐ気づいてくれて、あ、すごい、ペルトさんが来てくれたよ、みんな、なんて言ってくれるんですよ。ペルトさんのマスク作ってるのに、ペルトさん来てくれたよ、みんな、とかって言ってくれて、いやー、私、そんな風に気づいてもらったと思って、ドキ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 してて、あーってなって、わー、言ってくれたと思って、キュンキュンになってたら、ね、なんかコメントしようと思って、コメントポッ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 って変わって、なんか、そう、なんか、送信しようと思ったら、送信しボタンがなんか押せないの。あれ、なんで、なんか文字書いたのに押せない。何何何とかってやってたらね、私出てってしまうの、何回も。私、なんか出てしまって、あれ、なんで私出るボタンなんて押してないのに出てしまったってなって、また入るでしょ。またね、多分ペルトが入室しましたってなったんだろうね。ペルトさん、帰ってきてくれたみたいな感じだ。違う違う、なんで私出てしまったと思って。 なんかそんなわけわからん行動をして、やったね、コメントもみんなみたいにこうやってね、そう、書けるようになって。そうしたら、ふわはねさんかわいい人だね、なんかすごいみんなに慕われるのがよくわかる、すごい素敵な人やった。で、なんかね、上手に言ってくれるのはベルトさんが来てくれた、私初心者だけど大丈夫かなとかって、ミシン、そうだよね、なんか私みたいな方、こう小姑みたいで嫌だよねと思った。で、ごめん、私来たの悪かったかなと思いながら、でもなんかライブ配信してらっしゃるのに飛び込むのもだし、で、誰か他の人が私のマスクを作ってらっしゃるっていうところをちょっと見てみたいと思って、どんな感じなんかなと思って、そう、ちょっとこんにちはしてみた。 そしたらすごい大歓迎してくださって、みんなすごい、ペルトさん来たよって言って紹介してくださって、でね、素敵なライブ配信やったな、なんか素敵やった。なんかね、一生懸命縫ってらっしゃいました、ミシンで。でね、私はね、ってミシンのことよくわからないし、プロでも何でもないから常識外れかもしれないとかおっしゃっていましたが、上手でしたよ、すごく上手で丁寧でね、ちゃんと自分のものにしてるなって思った。なんか、省略するとこはもう胸張って省略しまーすって言うし、なんかテンパったらテンパってるのそのまんま。 かわいいだよ。 で、なんか、ああ、私ね、もうずっとミシンばかしてるんで、これ、ミシンの速度もね、亀とウサギがありますけど、ウサギマックス、もっとウサギにいかんのかぐらい、もっと早く動けってイライラするぐらい、フットペダルもいつもベタ踏みですわ、もうこれ以上踏めんのかっていうぐらい、もう全速力で縫ってしまうんですが、ふわはねさんはこう、あ、早い、ちょっと待って、早いか、早い早い、早すぎるわ、とかって遅くして縫ってて、あ、でもいけるかって、ちょっと早く早く縫ってて、で、一回工程が終わって、ここまでできましたよ、とかってやって、次縫うときまた早いから、あ、ダメダメ、早い早い、とかって、かわいい。 あ、そうやそうや、そういう感じや、そうやそうやって、なんか忘れかけてたというか、私、あ、そうや、そうやな、と。ミシンの速さ、あ、
あ、そうだそうだ、うちの子が吸う時もそうだわとかね あったし、あとはね、なんかありがたいことにそれこそだよ、こうやってね、私のフェルトチャンネルのね、作り方の動画をね、こうやって、じゃあ行くよみんなって言って、こうやって、こんな風にね、なんかね、これを再生させながら、はい、ここまでってやって、これ行くよってまた縫うの。そしたら私それ見てたら、私の YouTube を見ている人のライブ配信を、私は見ているっていう、なんか、複雑っていうか、なんか、私のライブ、YouTube 見てくれてる実況みたいなんで、なんか、不思議な感覚やと思って見てたんですよ、ライブを。で、不思議な感覚だなって思ってたらね、ふわはねさんの方からね、なんかね、きっとフェルトさんはね、って、フェルトさんの YouTube の動画をここでね、私が見るのを見たらね、なんか不思議な気持ちになるかもしれないですねって言ってくれて、そうなのってなって、あ、なんで分かったんだろう、すごい不思議だって思ってたら言ってくれたみたいな。嬉しかった。それで、なんかね、しかもね、この私がね、こうやってね、作り方をね、こうやって説明してでしょ、こうやって。こうやって。そう、こんな感じでね、説明している私の YouTube の動画に向かってね、そう、ってふわはねさん返事してくれてるの。なんか私も複雑な、私こっちにいるんだけど、ふわはねさんは YouTube の私と会話をしていて、私はそれをこっちから見てるけど、ふわはねさんは YouTube の私と触れ合っているっていう、なんかね、不思議だったね、黒文字さん。 でもすごいよ、なんかあのね、私でもだよ、私はこのミシンをやってる、私でも手元ミシンやってる手元を皆様にお披露目するってすごいね、緊張するっていうか、あ、雑だな、下手くそだなって、きっと思われるかななんて思ったんですよ。でも、ふわはねさんなんて元だよね。ミシンはお好きでやられてますけど、でも、黒文字さんが似てるよって言ってくれた。モノマネ上手って言ってくれた。で、似てるでしょ？私、すごい、ウケるけど、めっちゃなんか、わかったみたいな感じで、私の動画に話しかけてくれるっていうか、返事。似てるよね、黒文字さん、ありがとう。自分の動画見るのってどうですか？変な感じだよ。そう。あ、若めぐさん、ふわはねさんのライブをさっきも見ておさらいしました。あとは実践のみです。頑張ろう。みんなふわはねさんいて、見てみたかった、かわいい、気になる。ふわはねさんフォローしてください。とってもどえらい絵本のね、読み聞かせの大先生ですよ。黒文字さんが、そのままって言ってくれた。 私持ってないの。全然持ってないの。ふわはねさんがね、そのまま。めっちゃかわいい人ですよ。そうそう、ってちゃんとね、みんなが一緒に作ってる人もいたの、そのペースで。そしたらみんな頑張ろうって、ついてきてるってちゃんとね、様子も伺うし、大丈夫だよって、あとちょっとだよとか言って進めてらっしゃるし、インスタライブがね、まだ完成しないのにね、もう時間になっちゃったんだよ、1時間。1時間経っちゃうけどまだできてないって、焦ったら、あ、ダメだ、焦ったらうまくいかないとかなってね。わ かるわかる。わかるわかる。ごめん、ちょっとまたぐわ、一回落ちてまたすぐ上がってくるからね、また続きやるよみんなって、頑張るよって言って、一回落ちてまた上がってくるの。そういうのもなんかわかるわかるってなってね。 で、最後の最後にみんなもうちょっとだよって言って、そう、一生懸命作ってらっしゃったら、なんかね、なんかここがあったかくなった、素敵な人だなと思ったし、なんか、あれを、あの方の影響力は大きいです。だから、ふわはねさんっていう方がね、この私のこのマスクを、ミシン作ろう会っていうハッシュタグで会を作ってね、ふわはねさんのとフォロワーの数見てみ、どえらいよ。どえらいよ。ミシン作ろう会っていうのを発足しますって言って、それでね、そのマスクをね、私のこのポケットマスク、これを気に入ってくださって、これをみんなで作ろうって、盛り上げてくださっている、
これは私にとってはね、大きな大きな力ですよ。あんなファンの多い、あんな影響力のある方にこれを取り上げていただいた、それは本当に素敵、素晴らしいし、心強い。なのにすごく腰がね、柔らかくて優しい人なの、すごく。ちょっと可愛い人だし。すごい素敵な人、上羽さん。優しい。本当、マスク作ろうかい。そう、マスク作ろうかい。私も入会させてもらったんです。私も入れてくださいって言って、もう、私も入れてくださいってもうすぐ言ったわ。そういうのにはね、私は滑り込むんだよ。私も入れてください、マスク作ろうかいって言って、ライブの途中で慌てて言ったの、終わりがけに。もう、うんって言わせたいと思って、ここでみんなの前で言ったら、絶対うんって言ってくれるって、無理やりうんって言わせたみたいな。そう、素敵な方に力になっていただきました。すごいファンが多い。なのでね、ありがたいことに、ふわはねさんのとこから来ました、ふわはねさんのとこから来ましたって言ってくださる方がたくさんベルトに詰めかけてきてくださって、たくさんのご縁をいただいた。本当、ふわはねさんには感謝です。本当に、なんか絵本の、先生だからね、フォローしてくださった方のところと追っかけると、絵本の投稿が多い、絵本のポストが多い人だったり、私にとってはすごく新鮮です。どちらかというと私はやっぱり手作り作家のこの縁が多くて、飛んでったら大体お裁縫好きな方、あ、嘘、呼び捨てしちゃったかな、私、ふわはねさん、ごめんなさい。 呼び捨てして、私のこと呼び捨てでいいですよ。 うわ、嬉しい。本当にペルトの人柄に惚れました。出会えたことに感謝です。だって、わあ、ありがたや。コポンポンさん、高松の三メッセ、香川のイベからペルトさんのファンです。あれ、知ってくださってた、すごい、ありがとうございます。私のこと呼び捨てしてくださいね、 N0 さん、イカミンさん、たくさん作ってイタリア友人家族に送るつもりです。イカミンさん、ちょっと待って、その話もするわ。アキさん、私も入会したい、フォローしに行こう、いけいけ、もうアキさんとか全員いけいけ、ふわはねさん、素敵な人だよ。そう、トシさん、みんなライブ分かりやすくてよかったって言ってましたよ。嘘、よかった、私、早口で走って1時間で終わらせたいと思ってたから、結構走ったんですね。初めての方が多い、初めましての方が多いから、マスクの説明も一から言わなきゃと思って、結構走り気味な1時間だったから、それを3回全く同じペースでやったの、よかったのかなって、ちょっと自分の中で自信なかったんで、よかったです。ね、そう、ライブ配信しました。やばい、今日時間ないよ。言いたいことが全然まだ、ふわはねさんの話しかできてない。そのイタリアに送ろうと思いますなんですが、今日私ね、タイのお客様と、あとお付き合いしてるミスカカさんに注文してもらってた布の発送を今日終えてきました。香港はね、タイじゃないな、香港の、ミスカカとお客様に頼まれていた。向こうでもマスク作りがすごいバーってなってるんだけど、布があんまりない、日本の布には特に巡り会えない、なんで代わりに私が買ってお送りするっていうお手伝いをさせていただいたんですが、それが今日終わりましたよ。なんですがね、これが最終便になるかもしれないですわ。海外の、郵送がね、もうね、だんだんクローズしていってますよ、聞くと。もう結構クローズが増えてるの。だから受付をしなくなってきている。この間私、アメリカに送ったら、荷物ね、届かない可能性が高いですよっていうか、荷物はもう行方不明です、どうにもこうにもならなくなる可能性高いですよ、それでもあなた送りますかって言われるぐらいな感じで、香港はまだとギリ飛ぶけど、飛行機がなかなか飛ばないから、いつ着くのか分かりませんっていう感じで、もう無理になる可能性が高いですよっていう感じ。で、郵便局からね、私、よく海外に発送させていただくからなのか、すごく親切にね、もうブロックしている、もう飛べなくなった国の一覧、ここにはね、ここに書かれてある国にはね、もう発送できない、引き受け禁止、そうなの、いかみさん。なんで一覧をね、あなたに渡しておくか、これ見て考えなさいって言って、で、私、何も言ってないのに、あんた、またこれ、たくさんいるんでしょって、ほら。邪魔にならないでしょって、あんたまたたくさん EMS の伝票持って帰っときなって、なんか私
くれたんですけど、これもね、これを見たらね、私もクソと思ったのがイタリアが入ってるの。イタリアは引き受けを停止だから受け付けてもらえないの、郵便局に。すでに届かないかもしれないけど、いいですかはまだ受け付けてくれるでしょ、一か八か届くかなみたいなので。違うの、これはね、引き受けをしてもらえない国の一覧、そこにイタリアが入ってる。私、お客さんにマスクのお問い合わせをいただいたお客さんにイタリアからのご注文もあったんですが、間に合わんかった。くそ、私ね、あのね、みんなにも言ってるけど、海外の方への物資や支援を優先させてもらってますっていうのをずっと言ってたと思うんですが、なぜね、なぜベルトさんね、すぐ近所の誰かのことをすぐ助けないのにね、そんな遠い国の人のことを先に支援すんのって思ったかもしれないけど、これなんですわ、これね、こうなってくると思ってたの。だからできるうちに、海外の方が物資がないとか、あと国の、ね、法律で出入り禁止、家から外出禁止、街がクローズしてる、買い物が自由にできない、食料品はできるけどね、とか、あとお裁縫を習う文化がない、ちゃんと、ね、ミシンは私たちよりも触れることができない国もありますわ。そうでしょ、日本のほど布に恵まれてない国もありますわ。そうでしょ、そういう支援をね、こうなる前にね、なんとかなんとかできる精一杯で先にやってしまいたいという気持ちで、いたのに、イタリアがくっそ間に合わんかったな。香港はだから滑り込んだって感じ、この香港のミスカカともう一人のお客様のご注文品を、ほんと滑り込んだって、急いだんですけどね、滑り込んでセーフですわ。アメリカにも次の発送はどうかわかんないですね。こんな感じで結構海外の発送がもうクローズしてきてますわ。でこれが激動するので、もう飛行機が飛ぶのを拒否る、飛行機会社がうまく飛んでくれないらしいですわ。なので船便もというか、引き受けをしてもらえない一覧です、これは。だから 何便かっていうわけで、どうなんだろうな、あ違うわ、 EMS だ、そうだね、船便ならいけるかも、ただ船便ならいけるかもやけど、船便のもうなか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 な日にちがかかるかな、EMS ですらなかなかな、日にちでがかかってしまってる感じ。船便はどうでしょうね。そう、おきえさんこんばんは。MYM さんありがとうございます、コメント大好きですそう、イカミンさんすごくわかりやすかったですよって言ってくれた、よかった。そう、イカミンさん、そうなんだよ、これがね、しかもね、クソ、私ね、ああクソだな、ブラジルとペルーも入ってるの、遮断された、大丈夫かな、アラブ首長国連邦も入ってるよ、トルコも入ってんの。なんか私のこのインスタにつながってくださっている、つながってくださると、お問い合わせのある国ね、イランもなんだよ、だからわかるでしょ、さやかさん、そうなの、私のこのインスタにね、来てくださるイラン、おそらくイランとアラブ首長国連邦ね、ブラジル、ペルー、イタリア、ダメだ、スペインもだよ、スペインもダメ、もうほとんどダメだな、っていう感じ。インドネシアもダメ、難しいよ、ギリ、タイはまだギリセーフ、ギリ、タイと香港はセーフ、中国と韓国も、台湾もまだセーフ、でもこれがね、だーっとクローズしてってるみたいだから、これ今回は香港を引き受けできるけど、次はわからないですよって言われた。そう、ちょっとね、これ郵便局のホームページに公開してあるらしいので、しかもそれがね、激動で次々変化するらしいので、こまめにチェックしててください、ベルトさんっていう感じで教えてくださって、だからね、郵便局のホームページでちょっと外国の、そう、国際便をちょっと見てみるといいと思いますよ。なってきたね、こうなる前に
こうなる前に滑り込みたい滑り込みたいでごめんなさい、海外の支援を最優先で動いていたんですが、って思ってたら嬉しいニュース、あーもう切れるか、嬉しいニュースが一つあったよ。あのね、びっくりサプライズ、これ香港のミスカカじゃない、香港のね、このマスクをご注文くださったお客様からサプライズでプレゼントっていうかね、が届いたの。ってこれすごいよ、考えられないよ、これすごいんだから、これ子供のマスク、みんなが喉から手が出るほど欲しい子供用の紙マスク、しかも個包装50枚。どういうことって、今そうでしょ、みんな今紙マスクなんて喉から手が出るほどみんな欲しいでしょ、国関係ないでしょ、これ今世界で一番欲しいのこれだよ。これをね、私のね、うちが子供がいるのを多分インスタ見て、あ、子供いるんだなって思ってくれたんだね。香港からだよ、香港からこんなプレゼントが届くんですよ。だって会ったことないんだよ。すごいよね、みんながすごいすごい、やばいやばいって言ってる。そうなの、個包装、こんな可愛い紙マスクあるんだね。ほら見て、もうこの絵のごとくだわね。どんな人なの。だから私みんなね、みんなに言いたいのはね、香港の人ってこんなとこ、こんなですよ、香港の人はね優しいな、ここが優しいの、自慢しちゃうけどね。恵子さんあったかいね、泣きそうでしょ、私はちょっと泣きそうになったわ、泣きそうになった。はって香港だってこれ欲しい人いっぱいいるんだよ。そうでしょ、こんな会ったこともない私にねこれを送ってくれたの、こんなたくさん。私さ、あのインスタにも載せたんですが、マスク分け合えば、じゃあ奪い合えば足らぬ、分け合えば余る、これで私はね、マスクをね、紙マスクをこれね、奪い合えば足らぬ、分け合えば余るっていう言葉が好きだから、分け合おうと思いますって言って、結構いろんな人にお分けしてますよ今まで。あのね、ちょっと難しい病気を抱えてらっしゃる方とか、ハイリスクな方のとこに、このね、このマスクの売上金から、マスクを購入して、それをそのままボンと寄付させていただいたりもしてるし、手持ちのね、数枚を友達とかに、持っとけ、持っとけって言って、もう結構ね、私ね、あんま持ってないのに、自分は。あんま持ってないのにね、ほら、あげるよって、持っとけ、持っとけ、予防だ、予防だ、口つけとけって、パッ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 パーって。結構配っちゃってるの。でもうち出かけないなら減らないし、いいかって、もうみんな困った時は お互い様で支え合おうって思ってね、手持ちのマスクをね、結構ね、バカでしょ。そう、あのパラパラパラっと、はい、パラパラパラっと、あの差し上げてるの。ただ本当になくてってなってたところに、これが香港から届くっていう、すごいよね、なんか回ってるね、いい連鎖っていうのは、なんかたくさんやってるうちに巡り巡ってこうやって来るんだね。なんか嬉しかった、嬉しかったよ。なんかだって日本はまだ奪い合えば足らぬ状態でしょ、これ奪い合えば足らぬでしょね、香港だってそうだと思いますよ。だけどね、分け合えば余るをね、香港にもしてくださる方がいた。あとね、ミスカカがね、ミスカカもね、なんかいるものありますかって、なんか足りないものありますかってすごく心配してくれてるの。多分ね、
ミスカから日本語が読めるから、日本のね、福井の、私の住んでる福井の、ニュースをね、見てくれてる、多分厳しい状況なのを分かってるんだね。そう、そしたら、なんか足りないものあったら言ってください、欲しいものあったら言ってくださいってすごく心配してくれる。優しいね。優しいなと思いました。そう、分け合えば余るをしようって思う。ね、嬉しいことがありましたよ。そう。あとね、タイのね、お客様のとこにもセーフ、ギリギリセーフ、無事にマスクが届きました。かわいいタイの人じゃなくて、もう別のタイの方なんですが、ワンダフォーみたいな感じで、私ちょっと多めにまた入れてたんだよ。注文よりしていただいていたものよりも多めに。送料も私が負担。気にすんな、っつって。で、多めに入れて、びっくりさせたろ作戦が、多分びっくりしてくださって、ありがとうっていうメッセージが無事に届きました。よかった。あと今日嬉しかったのは、カナダに住んでる方が、あなたの、日本語は全然わかんないんだけど、あなたの方が見つかって、私にもできたよっていうメッセージが届きました。カナダだよ。マスクつける文化ないんじゃないって思うけど、もう変わったね、時代が。布マスクも、欧米に広がりつつあるね。カナダからありましたよ。おかげで私何カ国でしょうね。結構な国にこのマスクが広がってくださってます。ありがたや。恵子さん、うちも手持ちの使い捨てマスクみんなにあげたからないや、やっぱり。 そう、外出んからええわって。そうだよね、分け合えば余るをしよう。NZ さん、本当にキットベルトさんの人柄が伝わってるんだと思います。全然まだまだ力不足。私にね、私がね、世間にできることなんてこの程度しかないの。だからね、他の国の政治とか日本の政治とかにね、ごちゃごちゃ文句をつけるような、そんな大層な立場ではない。そうでしょう。私が世間に、社会にしてあげられることって、所詮この程度、まだまだちっぽけ。何もしないよりはいいとは思いますけど、精一杯やってもまだこれぐらい。でもなんかあったかいなと思いました、この全世界が大変な時にね。え、海の向こうからこんな思いやりが届くんですよ。 あとタイのかわいい人もね、実はメッセージくれましたよ。ベトさん元気って。 お取引は特に終わってるのにね。ねって、私ね、Facebook 見たらね、リマインターが立ち上がってねって、去年ね、ポストした、日本の桜を去年ポストしてたみたいって、 Facebook にね。 Facebook 開けたら、日本の桜の写真去年あなた投稿したわよって出てきて、あなたに連絡したくなったのって言って、あなたは変わらず元気、あなたは必ず笑ってるってね。この桜の写真、あなたは外で見てないかもしれないから、私ここに置いときますねって、すごい日本のね、桜の写真を去年のね、パってと送ってくれてね。そんなことをしてもらったり、あとアラブ首長国連邦の 方からも、ハイフレンド、ハイマイフレンドって言ってくれて、はい、私の友達って言ってくれて、ああ、友達って思ってもらってるよと思って、あなた変わりないかしらって、元気にしてるのって、アラブ首長国連邦のお友達ができました。 いや、いつか行ったらお茶しよう、ドバイで。ドバイ行ってお茶しないって言ってみよっか。 あとね、なんかあったかいなと思いましたよ。私本当に人には恵まれるの、海の向こうからもね。いや、これは本当神様からのプレゼント。 ありがたやですよ。気遣って自分の暮らしでみんないっぱいいっぱいだよ。そうでしょ。それなのにこんな私のこと心配してもらえるなんて、なかなかない。ありがたやでございます。ここを見てくださってる皆さんにもね、
ありがたやでございます。今日は髪がちょっと落ちましょ。そう、いや、みんななんか褒めすぎですわ。とんでもない。そうそう、インターナショナルベルトさんですよね。あのね、さやかさんはね、ギガ頼むからギガ注意な。ちょっと今月も前半飛ばしてないか。さやかさんギガ注意やで。また月末になったらさやかさん登場しなくなって静かになったら嫌だよ。ルルさん、マスク完成しましたやって、すごい、明日から早速使えますやって、ありがとうございますね。きっとたくさんの方が救われるですね。いや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 、今日はね、海外の方とイタリアの人間に合わんかったな、ごめんなさい。だけど今度国内でも結構大変な思いをされている方から助けてくださいが届いて、すごいよ、宮古島の方からお問い合わせが来ました。あのね、宮古島って私行ったことないですけど、こういう風に何かちょっと起きるだけでね、あのどえらい、あの物資困るらしい、いろんな面で。なので、あのマスク作りたいと思って、すごいよ、マスク売ってくださいじゃないんだよ、マスク私作りたいと思うけど、本当に残念なことに宮古島はかなり物資が不足していて、あのどう考えても針と糸しかありません、でも針と糸はあるんですって言うんですよ。すごいね、針と糸はあるんですって言うんですよ。でこんなことを言っていいのかわからないですが、少しでいいので材料を分けていただけないですかっていうお問い合わせ。すごいね、すごいよこれは。だってさ、フェルトさんのマスク売ってくださいっていう人いっぱいいますよ。買いたいですって、直接買わせてください、私だけ特別にみたいな人はたくさんいらっしゃる。違うよ、針と糸はありますんで、ミシンがないのはもうしょうがない。だけど針と糸はあるから、材料だけ、あの別にガーゼは難しいでもいいから、少し何でもいいので布を分けてもらえないですかっていうお問い合わせが来ました。どんだけと思って。で、宮古島はね、やっぱ物資が不足しがち、うん、なのでその島のね、みんなは結構困ってるみたい。そら助けるでしょ。ほら助けるわ。でね、島のみんなの分もいるんじゃないですかって言ったら、はいって言うから、そのどれだけの布を お分けしたらいいのかっていうのがあるからって思ったら、結構やっぱりたくさんの量になってきて、それをあなた針と糸だけで、あなたの針と糸だけで、うん、間に合うかって思ったんで、あのもし差し支えなければ、私がもうこれでミシンでダーッと縫ったら早いので、あの必要な数を、あのご近所、お友達、お誘い合わせの上、数を決めてくださいって言って、そう、まあ、私が縫ってやるよって。大変だよ、針と糸だけで、あんな宮古島のみんなの困ってる。それはちょっと、いや、その気持ちは素敵だけど、私にできることはさせていただく。もう一件ね、国内の人からも助けてくださいが来ましたよ。なんかね、ご自身もね、あのどうしても休むことのできない職種の方で、家には末期がんのね、お母様の介護もしてらっしゃる。その方がなんか、ね、お母さんも具合がちょっとあんまり芳しくないのかな、なんか病院に行ったりとかして、ちょっとお母さんの容態もまあバタバタなんですって。だけどマスクがないで、マスクを作ると思ってる、それでもすごいよ、それでも作ろうと思ってるって。だけどそういうなんか行列とか並んだりとか、まあ、材料の争奪戦みたいなのも、ちょっと今はちょっと余裕がないけど、なんとか思ってますみたいな感じやから、ほら来たね、ほら助けるでしょ。助けます。 OK、 私どうしましょうかって言ったら、なんかすごいよ、それなのにやで、自分がそんななのに自分のマスクをくださいじゃないのよ、アメリカで困ってる家族に送りたい、知り合いに2家族送りたい、だからあの2家族分のマスクを協力してもらえないですかでやりました。わかりましたってお受けしました。ごめん、ちょっとあと20秒だわ、どうしよう、ちょっと延長しますね、でも今日遅いからもう寝てください、起きてる人だけちょっとだけ延長します、一旦落ちるわ、一旦落ちます、よろみムーンコーボさん、
一旦落ちる。また来て。おかえりなさい、皆様。おかえりなさい、皆様。もう、こんばんは言わない。おかえりなさい。個別のこんばんはちょっと割愛させて。こんばんは、皆様。おかえりなさい、皆様。おかえり。おかえり。最近延長が多くてダメだな。おかえり。おかえり祭り。おかえりです。おかえりおかえり。おかえり祭り。今からの人もいるかもしれないね。今日ごめんなさい。個別に、こんばんはのご挨拶、ちょっと割愛させてくださいね。そう。でね、その宮古島の物資に極端に困ってらっしゃる方と、もう一方ね。ご自身の家庭がもうとても大変、お仕事休めない、家は介護がある、だけど気になるアメリカの友達。アメリカはね、このマスクがわーんってなったと思ったら一気にマスク不足。すごいね。そう、そのアメリカの知り合いの2家族にマスクを、このマスクを届けたいのでっていう方のご支援、お手伝いを、させていただくことにしました。もう一件ね、おっちゃんから助けてくれが来ました。ペルトの、重機って知ってる、重機っていうのはね、棚のことなんですけど、ペルトのね、ブースで使っている、そういう棚、陳列棚っていうのは、あれね、買ったものじゃなくて作ってやるの、作ってもらったもの、半分、はうちの父がペルトが始まった初期に作ってくれた腰から上ぐらいの高さの棚、あれはうちの父が作ってくれたんですが、そうじゃなくてね、でっかい棚はね、私ね、知り合いの大工のおっちゃんとか言ったら、おっちゃんにね、無理なお願いをして、私がね、センチ全部指定して、ここの棚の長さ何センチっていう、フルオーダーメイドで、あとは大工のベテランのね、このね、おっちゃんのこの腕を借りてね、私とおっちゃんのコラボでスーパーペルトにぴったりサイズの棚をオーダーで作ってもらってるんですね。そう、それであのでっかいビッグブースは出来上がってるんですが、その棚を作ってもらってる大工のおっちゃんから電話かかってきて、あらと思って、あら、私からじゃあ棚作ってっておっちゃんに言うことあるけど、おっちゃんからかかってくることないんだけど、あれどうしたと思ったら、それもすごいよ。関東で俺の弟が、会社を経営してるんだね。ちっちゃいちょっと違うな、従業員、20人弱の、その会社の人たち全員、その弟さんも含め、マジのマジのマジでマスクがない。そう。で、私がこういうのをしてるっていうのを知ってくれてて、ごめんけどなって、俺の弟から助けてくれんかっていうのが来て、っていうのは従業員抱えとるから、俺が今倒れるわけにはいかんし、うちの大事な従業員を、このコロナに感染させたくないから、どうにかこの状況を回避したいんだけど、なんとか力になってもらえんだろうかみたいなのが来たみたい、関東の弟さんから。でもね、男兄弟なんだよ。で、独身なお互いだからね、女の人の手がないのもあるのか、こう手作りのマスクを作るなんていう発想はないんだよね。やっぱり発想はないっていうのは難しいんだろうね。私がだって大工のおっちゃんに頼んで棚作ってもらうのと一緒じゃん。私だって金槌トンカンして、あんな素晴らしい棚はとてもじゃないけど作れない。そう。それでね、そういう電話が来たみたいで、すぐに私のことを思い立ってくださったみたいで、お前マスク作っとったなって言って、ああ作ったりどうしたのって言ったら、悪いけど俺の弟と弟の従業員の人たち、
マスクが混ぜてないのも男臭なんだよね。男ばっかりの職場なんでしょう。極端な。マスクがない関東ですよ。どこかは言わないですけど、関東。ええっていうエリアですわ。そう、なので、悪いけど、助けてくれんかなっていうのが来たので、空を受けします。受けます。で、そういったね、宮古島の人もそう、そのアメリカに送りたいっていう人もそう、大工のおっちゃんもそう、共通してるのは、色がとか、柄がとか、言わないよ。言わない。何にも言わないよ。皆さんだってそうでしょ。今、ダブルガーゼ手に好きなだけ入りますか？そう。好きな柄選んでください。どれでもどうぞなんて言えるぐらい、色とりどりだ。なんかもう素敵な。大量のガーゼ手に入りますか？入らないね。入らないよ。でもそんな中でも白がいい、無地がいい、薄色がいい、接客してるからお願いしますみたいなのはいっぱい来る。けどね、本当に困って、本当に困ってる人は言わないよ、色柄なんて。おっちゃんなって、おっちゃんのあれはまあ分からんかせんけど、今なってガーゼの仕入れがなかなかやなとこがあるんだわって。だからおっちゃんの弟さんの職場の皆さんの分作るけど、なんかちょっとね、色が花柄はせんように頑張るわ。花柄はせんけど、色がね、なんか思う色が選んでもらえん感じやけど、何色でもええですかって言ったら、ほんま色とか柄とか何でもええって言って、そんな作ってもらえるんやったら何でもええって言って、花柄だってええやないかって。でも女の人のために花柄置いといたがええんかとか言って 言ってくれたりして、何でもええって言って、色が何も何でもええって、もうそれはもう作ってもらえるなら何でもええですって言ってくださって、ね、本当に困ってる人っていうのはそんなわがまま言わないわ。やばいね、やばいよ。そう、すごい。そんな大変な時に私を頼ってくれてありがとうって思う。私を思い、あいつに頼みたいって、助けてくれって、私にね、助けてくれって言ってくれるのはありがたい。ね。だからおっちゃんに言いましたよ。何色でもあんた作るけどねって。ポケットついとるから、ポケットの中にフィルターの効果のあるものを入れて使うな。おっちゃんって。こうじゃ、こう見たらわからんか知らんけど、ここに私のはポケットがついとる。このポケットの中に必ず、紙マスクとかフィルター効果のあるやつを入れて使えって弟さんによろみでねって言ったら、おお、そうかって、お前なかなかええの作っとるやないかって言って、あんただってね、ええ棚作ってくれとるわみたいな。 なんかありがたいことに、その大工のおっちゃんはね、私がこういうお店をしていることをね、すごくリスペクトしてくれてるの。お前すごいぞって、お前の作品はすごいぞって、なんかお前の棚に付き合うぞって、お前の棚作りは俺は付き合うぞって 認めてくれてるとかね、褒めてくれてるの。だからね、いや、私から言わしたらね、あなたのね、その棚を作る技術、すごい大きい棚ですわ。高さは私の身長よりも高くなる棚、足元からね、こんぐらい、横幅90、もう私が決めた長さと、もうブースにぴったり入る、高さもぴったりの、ブースにかっちり配置ができる、本当に私がセンチ単位でお願いしてる棚をピシャって作ってくれているの。すごい大工さん。結構有名な大工さんですわ。全国飛び回ってます、呼ばれて。そう、すごい腕のある大工さんですわ。そんなすごい大工さんがね、私の棚を作ってくれてるんだけど、おっちゃん。パチンコでね、もらったお菓子とかたまにくれるんですけどね。そう、トシさん、ペルトさん、いつもテントですよね。棚運んでるんですね。あ、テントも張るし、棚も置く。なかなかですよ。結構な荷物で全国を走り回っております。棚も結構だよ。でもね、お前にも運べるようにって、その棚の木の種類とかもすごい選んでくれて、しっかりしてるけど軽いの。すごくね。お前が作るんだろって、お前が運ぶんやろって。
お前の頼む棚の数は半端ないけど、お前そんだけ担げるんかって。で、お前が担げる重さの棚にしてやるわみたいな、すごくない？惚れるよね、マジな大工のおっちゃん。そう、では今度は私の番だ。私がね、おっちゃんが助けてって言ってくれたから、私にできることは ね、っていう付き合い、なんか宮古島の支援、海外のアメリカのお友達に送りたいっていう方の支援ね、あと関東に住まれてる弟さんの会社の皆様の従業員さんのための支援、そっちにもね、こう海外がねもうクローズしてきたので、今度はそっちに回っていきますよ私、ふふーのふふー。越乃屋にもね、越乃屋さんが営業されているうちはできるだけ納品はとは思ってはいますが、ちょっとこういうふうに急用してる大変な人、特にアメリカとかはね、アメリカがクローズする前に荷物が届くうちにお届けしないとと思っているので、優先順位は私の中で勝手に決めさせていただいて、ごめんなさいね、お断りする人はお断りさせてもらってます、直接のお取引も。ご自分では作られないですかって言ったら、言わせてもらってます。どうしても無理な方はご事情を説明していただいて、ご協力はさせてもらいますが、そう、私も一人なんでね、できる精一杯で協力しますよ。そう、それが言いたかっただけかな。今日はね、私、越乃湯さんに子供用サイズと大人用サイズ合計ね、150枚納品しましたよ。150枚 あ、弥生さん、元気？弥生さん退院した？ちょっと、パンツ、弥生さん。え、退院した？私、入院してたってびっくりしたよ。大丈夫？元気になりました？心配してるよ。また一緒にイベント出ようね。よろみだよ。まだかい！あんた消灯しとるやろって あんた消灯時間とっくに過ぎとるって。じゃ、弥生さん寝なさいよ 看護師さん巡回に回ってくるよって コラコラだ。トシさん、今、大野市も近所のおばあちゃんとか本当に困ってるので、私も頑張ります。マジか。え、トシさん、大野なんだ。ああ、そっかそっか。もうね、ぶっ飛んでるわ、パンツさん。もう入院中から、なんか病床からライブ来てるよっていう。看護師さん待ってくるよって寝なさい言われるよパンツさん って寝れないよね病院ってね、なかなか朝はでも早いからね。で、6時に検温回ってくるでしょ、バイタルね。パンツさんお大事にね また会えるの楽しみしてますよ そう、優しい愛留医さんが皆さんの祈りが届きますようにって言ってくれたね。ほんとそうだよ。さやかさん150枚やってやったぜ。土日で150枚。土曜日はね、でも8割ぐらい、型紙、新しいバージョンの型紙の制作とアップロードの作業に追われてたので、土日のおうち時間で150枚。ね、こんな政府が発表しているのに、政府がね、明日、緊急事態宣言するの？ 7 つの都道府県指名でね。っていうのニュース流れましたね。そうなってきたときに、福井もなかなか厳しい。今日もまた感染者が増えて全部で59名。すごいよ、福井の伸び率というか、これすごいね、福井の増え幅。こんな状況で、国もこんな状況なのに、今日の夕方、私の長男の、入学する予定の学校からメールで、入学式はあさって、予定通り行いますっていうメールが届きましたわ。すごいね。どんだけ前向きなんだろうね。すごいなと思いましたわ。福井市内の方の、小中学校は入学式だけ、始業式だけはちょっとやりますって予定したのを一斉に覆してやめますっていうことを発表しているのに、私の住む敦賀市は入学式と始業式は予定通りするみたいですよ。すごいね。前向きって言ったらいいのかな。
でもね、私は悩まないよ。だってね、入学式してもしなくても行かないっていう選択を決めてますので、そのやるのかな、やらないのかな、子供はどうなるのかな、行くのかな、あるのかな、それともやっぱりなくなるのかなって、ならない。うん、あさって入学式らしいですよ。熱測って席エチケットして来てくださいっていうメールが今日夕方、さらに念押しでまた来ましたわ。すごいね、私メールが来た時に、あ、これは中止のご案内だなって、福井市内の方も一斉になくなったから、4月のね、登校はゼロになって、入学式、始業式だけでもって言ってたら、それもやめますってなったから、福井市内が。ね、だから、敦賀もなったのかなと思ってメール見たら、やりますっていうメールでした。すげえ、マジで。そうだよ、としさん。4月にというか、あさって、福井県だよ。すごいね。うん、あさって入学式らしいですわ。始業式も。明日政府があんな発表するのに。関係ないから、7都道府県に入ってないから行くのかな、福井県。すごいね。みんな行くのかな。私は休むから、何も心の安定は保たれていますが、すごいね。嘘でしょってトシさんが言ってる。本当だよ。すごいよね。文工房さん不安です。あん、そっか。でも私ね、何も不安じゃないよ。だって行かないから。ハンドメイドハグスマイルさん、この状況で。それな。でもそういう判断するんだね。うん、いい度胸だわ、この野郎って感じだわ、さやかさん。それな。すごいでしょ。私の住む敦賀市はまだ感染者が1名も一応出ていないっていう数字上はね。数字上はね。うん。だからなのかな。すごいね。あさって。で、上の子には謝りましたよ。ごめんねって。やっぱやるみたいやけど、ごめんねって。私はあなたを行かせないわって。ごめんねって。謝りましたよ。私はあんなところに何のために今1ヶ月休みでこもっていたのか。だし、もしね、行かせた後に2週間なりなんなり、あれもしかして具合悪くなったのこれコロナかなとか、あれなんか咳してるけどこれコロナかなとか、熱測ってあれ微熱だけどこれコロナかなとかいう日々を、入学式、始業式行った後3兄弟分を、まあ、1、2週間すごく心配して家で様子を見ていないといけない日々を、今このマスクに追われている状態で私は過ごせないと思ったので、自分の心の平和のためにも行きますわ。やったらダメだよ。大野市も昨日までゼロだったんだよ。あ、そうだ、大野市出てたね。そうなんだよ。出たらどうこうしようじゃないの。違うの。一人出たってことは、潜伏している間の 1,2 週間前からいたってことだよ。なんでそのさ、感染者が出た時にどうこうしようとするのって私は思いますよ。あ、すごい、みゆきさん、今日は友達の子供たちの分12枚作りました。すごいね。すごい。やだ、優しい。優しいよ、子供の友達の分って12枚ってなかなかですよ。すごい。ね、けいこさん、昨日ペルトさん頑張ってると思って朝6時まで頑張って一つ山越えました。この山越えれたのペルトさんのおかげだ。私もけいこさんのおかげだよ。150枚今日納品できたのはけいこさん起きてるなと思って。ちょっと朝7時から販売開始にしようと思って、7時前に納品に行く、何、寝たらもう二度と起きれないわと思ったんで、うん、やれたのは恵子さんのおかげで。もお互い無理しないように。でも私と恵子さんはつながってるね。大丈夫、おかげで二人頑張れるね。イカミンさん、うちの子も強行しましたよ。今日入学式だったようです。すでに35人も出ている多い区ですが。すげえなって、すごいね。私さ、これでも一応教員免許持ってますよ。私、教育大学を卒業してますわ。同級生はみんな油の乗ったいい教師を今やってますわ。私は落ちこぼれだったので、今ここにこうしていますわ。ね。
だけどね、クソだね、ほんと。こんな時にしないといけない入学式って何？こんな時にしないといけない始業式って何？だってさ、ね、今日一日だけ入学式行ったとて、一日だけ始業式行ったとて、次の日から1ヶ月休みなんだよ。ほな何？宿題渡したいの？ね、宿題渡したいんだったら郵送してくださいっていう。各家庭に住所知ってるでしょ？ねえ、それでいいんじゃないの？なんでそしてまた人をさ、こうやって密集させるとか、そうでしょ？人を密集密会させないようにってあれだけテレビで言ってるのに、学校がやりますって言ったら子供たち密集するでしょよ。あんたたちさ、大人ですらさ、距離空けるって意識してやっただけどさ、それでもできない人いるよ。なのにさ、子供たちになんじゃ、なんていうの、あなたお友達とは2メートル、半径2メートル以内近づかないように学校で過ごしてきなさいねとか言うんですか？と、うちの小学1年、2年、2年生か、新2年生、新4年生だって、久しぶりに友達と会えたらね、そら嬉しくてはしゃぐでしょ？はしゃぐよ。はしゃぐでしょ？そんなことはね、みんなでするよ。だってみんな友達に会いたいと思うの我慢して過ごしてた1ヶ月。ね、始業式始まったら嬉しいよ。そうでしょ、入学式行ったら友達に会えたら嬉しいよ。それをする必要今あるの？クソだね。ごめんなさい。私言葉遣いがね、悪くてね、よくキヒカさんに怒られるのよ。何？パンツさん、あんた、パンツさんさ。ラクマ覗いたらマスクベルト売り切れだった。そう、何？ちょっとパンツさん、マスクバンドマスクベルトいるの？どうした？入院しとるんだよね。結構さ、さやこさん、私のその富山は11人感染者で、早いね。北陸の速さはすごいね。なんだらなごの北陸の速さ。急増だよ。福井なんてあんた、北陸3県の中でダントツよ。ついてきな。違う。ついてきなじゃない。ねえ。そう。弥生さん。弥生さん、テルトの方もダメになったよ。N0Z0M1 さんが ふける、クソですよって言ってるわ クソだよね あー、そっか、弥生さん、病院内、部屋以外マスクか、耳痛いね。弥生さん、送るわ、マスクバンド。後で連絡しますね。送る。病院で動けないもんね。どうしようもないよね。送る。マスクバンド送りますわ。ね、こういう大変な人に私は協力したいの。って思ってる。弥生さん、後で連絡するね。そう。弥生さんはね、大丈夫だよ。どっちかというと、外科系、整形外科系、内科じゃない系だから、きっと大丈夫って思ってる。ここは強い人だから大丈夫。わかる？ねえ、わかる？そうでしょ？本当に大変な人はね、いるの、いるけどあんまりガツガツしないの、ちゃんとね。そうでしょ？そういう人を助けたい。よっ。弥生さん、後で連絡しますわ。マスクバンドどっさり送るから、日替わりで あ、そうそう。マスクバンドだとした。後で連絡しますわ、弥生さん。このパンツさんはね、今入院しておとなしくしてるけどね、いつも今まで普段はね、まあなかなか飯テロ投稿を夜のね、11時とか12時とかにね、まあ美味しそうな食べ物をね、アップしてくれるからね。いつも言ってんだ。まあ、飯テロすんなって、私マスクをしとる、マスクじゃない、ミシンをしとるのに、ちょっと疲れたなってパッてインスタ見たらね、いつもね、弥生さんがね、美味しそうなラーメンとか、載せるのだからって言って、食べたくなるよって言って。
ね、そうそう、足の手術で入院してるの、そういう人もやっぱいるよね。いい、送るわ、病院宛てに送るわ、速達な。 ね、あややさん、こんばんは。よし、遅くなった、よし寝よう、もう30分喋っちまった。そんな感じで 腰の湯の納品 飯テロできん、飯テロできん言いながら病院のご飯も飯テロ 投稿しとるやんか、弥生さん。 びっくりしたよ、なんで病院のご飯食べてるって思って、びっくり、私もびっくりしたって。そう、のぞみさんなんや、のぞみさん、のぞみだ、ほんとや。あ、のぞみ、ゆい、めいか。へえ、かわいい、のぞみさん。覚えた。クソだよねって言っちゃえ。言葉悪くてごめんなさいって言うてる。ああ、栗先生もこんばんは。遅いよ、栗先生。なんで起きてるの？ そう。ねえ、こんな時に入学式。命より大事な入学式なんだね。命より大事な始業式なんだね。すごいね、日本って。私 またシアトルのアメリカ人の友達に ほんでお前の旦那は相変わらず仕事に行っとるの？って。ほんでお前のところの学校は相変わらず学校に来いみたいなことまだ言っとんかって、この状況でね。で、また今日も聞かれたんで、あ、そうですって、はい、そうでございますって答えたら、もう、悶絶よ、アメリカ人。どうなってんのって。スナペルトさん見れた。いつも私こんな感じですよ。逆にイベントの時はちょっと静かかもしれない。で、借りてきた猫みたいな。あんまりお客さんにこう自分からわーって話しかけたらお買い物の邪魔になるかなと思って、なんかちょっとほら、服屋さんとか行ってもそうじゃない、ゆっくり見たいのに店員さんに「いらっしゃいませ」って声かけられたら、うってなるのと一緒で、さあ、イベントの時はなるべく心地よくご覧になっていただく方を優先で、話しかけていただいたらめっちゃ話しますけど、こちらからはもう「いらっしゃいませ」ってお声かけだけで一応してますわ。何？さやかさん、あなたとあなたの大切な人のためのペルトさんの信念が光ってる。 光ってるのはおでこだよ。これこれ見て見て。 今日もね、こっちの眉毛は描いてこっちは描いてないっていうエコメイク、そう、こう隠すからこっちだけ描けばいいのよ。エコね、地球のためよ。そう、文庫坊さん会いたいね。私、三重県のイベントも申し込みしようかなって思ってたんだよ。ほんとほんと、ギガ不足のさやかでした。もうさやかさん元気なんな、月の前半だわ。 ちょ待って、トシさん、おでこ広くなってないとか言い出した。 本当やな。え、ちょっと待って、ごめん、ほんまにごめん、もう絶対受け狙いとかじゃなくて、嘘や、おでこ広くなったとさ、6センチって言ってたけど6.5だよ。6.5じゃない？ 5 ミリ？ハゲた？え、ちょっと待って、みんな爆笑、ちょっと待って、爆笑すんな。え、なんで笑う？ちょっと待って、笑った、笑ったじゃない、違う違う、ちょっと待って、弥生さんも爆笑、ちょっと待って、のぞみさんも面白くて寝ない、違う違う、ちょっと 今ちょっと定規ずらしたって怒られた、ちょっと待って。どこが眉、ここら辺だろ？私6センチだったよ、1ヶ月前は。今6.5になったよ。上がったって。
育ち盛り、爆笑とか、ね、ちょっと待って、え、恵子さん爆笑したけど、あんたも測んなさいよ。文工房さんも測ってよ。成長したあきさん。私、おでこが6.5センチ。トシさん、前測ったときちょっとずるしてたんだよ。そうなんかな？そうなんかな？私、ちょっと前の YouTube のログ見るわ、もう一回。あれ、何日目ぐらいに書いて。やったかな、私。6.5。記録更新し。ちょっと待って。なんかちょっとテンション落ちたよ、私。私、後退してる。なんでわかったん？すごいね。みんな私のおでこの位置を覚えてくれてたんだね。なんか広くなってないって言うから。ちょっと待って、恵子さん6のまま、嘘こけ。ちょっともう一回下げろ、ちゃんと下げろ、ここから測れ。道連れ6.5になってほしい。みんなが先に気づいた。私おでこが広くなった。私生え際やばい。こうしとく、こうしとく。さやかさん、私のせいですかね。さやかさんのせいだよ、もう。文工房さんも目覚めたなら眉毛測ってみ。6.5だで。あきさんも6のまま？嘘こけ。測り始めの場所をちょっとずらしたやろ。あいるいさん、お疲れすぎなのではないでしょうかって言ってくれた。優しい。優しい。この一言で私の5ミリがちょっと埋まった。 私ハゲてるね。ちょっと文工房さん測ってきなよ。あなたは6.5であることを祈るわ。4.5とか言ったら怒るからね。 6.5 記録更新。これキヒカさんに連絡しよう。私眉毛、マジな6.5。トシさん、笑うと免疫力が上がるんだって。みんなのためにありがとう。トシさんがありがとうって言ってくれたけど、私は救われたのかな、これで。すごいね。私おでこ成長してるね。1ヶ月で5ミリってなかなかの成長率じゃない？夢に向かって。 みんな笑ってるの、これ。 ありがとうベルトさん、笑うの今大事とか。みんなめっちゃ爆笑な、ちょっと待って、みんな爆笑なんやけどさ、私ちょっと笑えないぞ。体張ってくれてる。張ってるつもりないって。 1日1回笑えたけど、私笑えないんやけど。私眉毛の右左が違うよっていう話をしたいだけど、おでこ5ミリ成長してた。すごいね、コロナって。おでこ広がるんだよ、コロナって。すごいね、やっぱコロナすごいわ。びっくりした、コロナの影響。たった1ヶ月で5ミリデコが広くなるとか、すごいね。コロナすごいって思ったよ。イクミンさん、今日は笑顔で寝れそうです。 エコメイクで笑ったのに、おでこでぶっ飛んだ。 おでこにまで影響しているコロナウイルスの影響ってすごいね。私のおでこが5ミリ成長しました。すげえ。のぞみさん、でも美しいですよ。5ミリなんてクソです。 5ミリなんてクソだよ、そうだよ。おでこがね、6.5ミリなんてね。でも
6.5 ミリ。マジか。2ヶ月後どうなってるんやろ。というか、私7センチなんかな。チャーヨーナゴさん、笑いながらマスク塗ってますよ。曲がるよ。ウケる。ちょっと待って、ケイコさん、私5月にはさ、おでこ7センチってこと？これ。私ちょっとごめんなさい、ケイコさんに LINE しよっかな。ケイコさん、私おでこ広くなってたって言おうかな。トシさん、広い方がいいよ。心が広いんだよ。嘘こけ。 嘘こけ、こら。 自分がね、6センチのままだったから言えるんだで。 待って、ケイコさん、メジャーいるかもね。やめて。ちょっとその言い方でやめて。私、サラムマサキみたいになるんかな。やめて。とかって勝手にサラムマサキをディスるっていうね。アメリアさん、おでこからいい運気が入ってくるんですよ。広いから。これで？ここから？広いから？運気？縦もあるし、横もあるし、運気？運気カモンって。はい、カムヒア、カムヒア、運気みたいな。トシさん、私4.5なんです。あんたね、あんたね、5ミリよこしな。本当にね、コロナ収束とともにおでこも縮むかも。優しい秋さん、でもおでこはね、広がる気はするけど、縮む気はあんまりしないな。やっぱりサラムマサキをディスりすぎて、私の頭がサラムマサキ。最悪。強いよね、4.5。私やだよ、サラムマサキみたいになりたくないよ。絶対やだよ。あいつみたいにはなりたくないよ。やだよ、やだよ。私が卵ボーロみたいになったらどうすんの？やだよ。私まだ店商売したいからね。さあ、ここら辺でっていうか、私これインスタライブ終わったらちょっと若干枕濡らして寝るかもしれん。はあ、そういうことか。サラムマサキに言うなよ、みんな。言うなよ。私のデコが広がってたことは言うな。今日来てないからね。おでこに負けるな。よし、コロナにも負けない。おでこにも負けない。よし。そう、みんなが学習してるので、今日は笑って寝ましょう。急やけど、もうやるよ。今日はもう寝よう。遅いわ、1時になった。はい、終わりのじゃんけんしよう。明日もいい一日になりますように。今日も最後までご視聴いただいてありがとうございました。楽しい週の始まりで、今週頑張れる。つまり、みんなが盛り上がったな。ありがとう。くそ。まあいいわ。みんなが盛り上がったならいいわ。明るく楽しくね。よし、じゃんけんするよ。ありがとうございました。せーの。終わりのじゃんけん、じゃんけん、パー。今日はパーでした。ご視聴ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとう。おでこだ。